安野さん、 SDGs ニュース。甲賀市信楽町の滋賀県立陶芸の森陶芸館で特別企画展湯飲み茶碗が開催されています。今回の展覧会は大正そして、昭和前期にですね、坂口恭一さんという方が、およそ35年ほどの期間に、湯飲み茶碗に特化して、収集された作品を紹介するものです。坂口恭一氏は静岡県出身、日本中を回って湯飲み茶碗を収集しました。坂口さんが、湯飲み茶碗を収集された、大正から昭和前期という時代は旅行がですね、より身近なものになった時代でもあります。そういった時代を反映したそれぞれの地域のですね、名所だとか旧跡あるいは風俗といったものを衣装に取り入れた湯飲み茶碗がまず一つあります。会場にはさまざまな土地の湯飲み茶碗が展示されています。265件の湯飲み茶碗を紹介しているんですけれども、それぞれのですね、産地の、伝統的な手法技術っていうものを生かした、そうした湯飲み茶碗なんかもあります。まるで全国を旅しているみたい。この時代っていうのは産業の近代化っていうものが進んだ時代でもあります。技術だとかデザインの改良などがですね、モダンで新しい時代感覚のですね、湯飲み茶碗っていうのも制作されています。また一方で作り手の、作家意識というようなものが芽生えた時代でもあります。それぞれの作り手のですね、焼き物に対する考え方あるいは時代認識っていったものが表現された湯飲み茶碗なんかもあります。湯飲み茶碗にまつわるこんな展示も。今回の展覧会ではですね、大正から昭和前期にかけてのちょっと昔の日本ですね、それを追体験するという試みでもあります。その当時作られた土地土地のですね、名産だとか名家、そういったもののですね、包装紙だとか商標なんかも合わせて展示をしています。湯飲み茶碗といえばですね、主役はやはりお茶ですし、茶業会議所さんのご協力をいただきまして、近江茶のですね、歴史ですとかあるいは特徴、そしてまた美味しいお茶の入れ方なんかを紹介するコーナーとか、お菓子なんかも湯飲み茶碗と合わせて紹介してますので、ぜひお楽しみいただければと思います。撮影日は近江茶の賞味会が開催されており、訪れた方がお茶を楽しんでいました。もう全国の釜元っていうんですか、たくさんあるんだやなと、それぞれの個性ある作品見てると手に取りたいと思うものが何点かありまして、来てよかったなと思います。これだけの種類がこう一度に返してるみたいな、なかなか珍しいなと思いますよね。集めるのが好きなもんで、一度に返して、一気に見れるっていうのは素晴らしい点だと思います。ちょっと昔の日本を旅しよう。特別企画展湯飲み茶碗は6月25日まで開催されています。安野さん、 SDGs ニュースおしまい。